はい、板バネ屋特発産業製作所のリュウです。皆さん設計にお悩みではないでしょうか。今回は薄板バネ基本編について解説します。日々の設計でもう少し押さえておけたらいいのにとか、ここをバチッと止めておきたいのにということはよくありますよね。特に若い設計者さんはベテランに比べると知識も経験も不足していて、簡単に解決できることなのに知らないというだけで悩んで時間がかかってしまったり、企画倒れになってしまうことがよくあります。これを見れば薄板バネって何がわかるようになります。そして薄板バネの基本がわかるようになるので、最後までぜひ見ていってください。はい、では初めにバネにもいろいろあるという話をします。一言でバネといっても様々なバネがあります。コイルバネ、板バネ、トーションバー、渦巻きバネ、タケノコバネ、サラバネ、潜在区バネ、ファスナーバネ、輪バネ、圧縮コイルバネ、引っ張りコイルバネ、ねじりコイルバネ、重ね板バネ、薄板バネ、このようにバネは様々な分類に分けられます。その中でも薄板バネはここに分類されます。バネの分類の中でも読んで字のごとく薄い板に特化したバネだということがよくわかりますよね。そうなると気になるのは定義ではないでしょうか。薄さに特化した板バネって基準って何なのって感じで深掘りしていきます。では続いて薄板バネの定義についてお話しします。文献を見ると長々と書いてありますので簡潔に解説すると、平板やフープの材料を打ち抜いたり曲げたり潰したりして作るバネ、厚みの範囲は明確に決められてはいないが1ミリ前後までの板厚、バネ用冷感圧延鋼体やバネ用ステンレス鋼体を使用する、非鉄金属関係の材料もバネ用の輪生銅、ベリリウム銅、溶白などを使用するといった感じで、板厚1ミリ前後までのバネ用の材料を抜いたり曲げたり潰したりして加工するバネのことを薄板バネと定義しているわけですね。次に薄板バネの形についてです。薄板バネの種類はサラバネ、バネザガネ、ハツキザガネ、C 型トメワなど規格品をはじめとして種類は非常に多いと文献に書かれています。確かに様々な形状があって種類は多いです。2020年の薄板バネ総生産量が 84,859 トンという膨大な量を考えても種類が多いことは伺えます。では薄板バネはどのような使用用途があるのでしょうか。薄板バネは自動車、建築や電気、医療機器、安全機器やセンサー、家電、家具、インテリア、釣り具からペット用品まで本当にいろいろなところで使用され、その特性に合わせた用途があります。薄板バネの使い方動画にもあるのでぜひご覧ください。その用途も大きく分けると、静的条件で使用されるバネと動的条件で使用されるバネの2種類に分かれます。このような用途に合わせたバネを設計する必要があります。もしうまく形状を考えることができないときは、どういった用途でバネをお考えなのかお伝えいただけると、弊社の方で形状提案も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。では今回のまとめです。薄板バネは板バネのさらに薄さに特化したバネである。定義は、板厚1ミリ前後までのバネ用の材料を抜いたり曲げたり潰したりして加工するバネである。用途も大きく分けると、静的条件で使用されるバネと動的条件で使用されるバネの2種類に分かれる。分からないときは特発産業まで問い合わせをする。ということで今回のテーマはここまでです。今後も板バネ設計の専門知識を情報発信していきますので、よかったら高評価とチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。